皆さんこんにちは。顔面狂気と呼ばれるほど顔が怖い小沢仁志さん。口数が多くないことから情報が少なく、私生活の女性関係も話題になっていました。そこで今回は小沢さんの結婚や子供、彼女と噂されたアイドルについて調査しました。まずは簡単なプロフィールをご紹介いたします。本名小沢仁志、別名義小沢、生年月日1962年6月19日、出生地東京都中野区、身長180センチメートル、血液型 A 型、職業俳優、映画監督プロデューサー、活動期間1983年から現在、事務所ビッグマウンテン、こわもて俳優として知られる小沢仁志さん。1983年に太陽に吠えろで端役として俳優デビューしました。1984年にはスクールウォーズでテレビドラマデビューを果たしています。その後数多くのテレビや映画に出演し、それ以降は V シネマで活躍しました。1984年に日活ロマンポルノ、ひと夏の出来心で映画デビューし、1985年にビーバップハイスクールで中村達夫を演じ注目されました。1987年には高校与太郎行進曲に出演し人気を博しています。そして1990年にベレッタ M92F 教団で V シネマに初出演を果たし、その後500本以上の V シネマに出演し、数多くの V シネマで主演を務めています。また小沢仁志さんは小沢という名義で映画監督としても活躍しています。1999年に公開されたスコア2ザビッグファイトは第1回作品であり注目されました。大阪裏家業列伝なにわの虎シリーズや実録沖縄ヤクザ戦争戦生ゆ30年シリーズなど様々な作品を手掛けています。若い頃からこわもての風貌で迫力満点の演技が注目されていた小沢仁志さん。そんな小沢さんですが、2023年3月19日自身の YouTube チャンネル笑う小沢と怒れる西に新たな動画を投稿しました。俳優の坂上忍さんと対談を行っている中で、キレたらヤバい芸能人を明かす場面がありました。町中華でお酒を飲みながら対談を行う同チャンネルの人気シリーズに登場した坂上忍さん。話題がキレるとヤバい芸能人に及ぶと、小沢さんは忍も喧嘩早かったけどさ、意外性で言うと誠はまああいつなと、タレント野々村誠さんの名前を挙げました。坂上さんはあの人は僕以上、キレたら始末に負えないと言うと、小沢さんもあの顔してキレんのほんと早いもんなとうなずきました。坂上さんによると、自身と野々村さんと野々村さんの妻野々村俊恵さんの3人で串揚げを食べに行ったことがあり、座って待ってて、そしたら隣にまこちゃんが座ってたんだけど、空気おかしいなと思ってパッと見たら、すげえ睨んでんのと、野々村さんがある客を睨みつけていたという。睨みつけている先を見たら中学生の男の子。坂上さんは芸能人だと思って顔を刺したんだと思う、それに対して恐ろしいくらいメンチ切ってたと振り返り、でも相手は中学生ですからねと呆れていました。あの人ね、スイッチがわからないんですよねと印象を語った坂上さん。このことについて小沢さんは、見た目俺がいかついから俺が切れそうに見えるじゃんか、誠みたいに切れそうにないやつが一番やばいと笑いにしていました。そんな小沢さんですが、顔面狂気と呼ばれるほど顔が怖いことで有名です。しかし小面の人でも中身は真逆だったりすることもありますが、小沢仁志さんの場合はどうなのでしょうか。真相に迫ります。街で見かけても簡単には近寄りがたい雰囲気を身にまとう小沢仁志さん。同じく小面の小沢和義さんとは実の兄弟です。兄弟や姉妹で俳優として活躍する芸能人の多くはあまり共演する機会はありませんよね。ですが小沢和義さんと小沢仁志さんは多数の共演作があります。小沢和義さんと小沢仁志さんは共に俳優として活躍するだけでなく、共に武道の有段者、そのため兄弟喧嘩をすると
鼻の形が変わるほど殴ったり居酒屋を徘徊して出禁になるなど大変な事態になることもしばしば。見た目だけでなくエピソードまで怖い小沢和義さんと小沢仁志さんですが、意外にも兄弟揃ってディズニー好きなんだとか、特にダッフィーがお気に入りだそうです。こういった可愛い一面もあるということが驚きですよね。若い頃は数多くの伝説的なエピソードを作ってきた小沢仁志さん、続いて結婚や子供、彼女と噂されたアイドルについて調査しました。まずは小沢仁志さんの結婚歴や独身という噂について見ていきましょう。プライベートについてはあまり明らかになっていませんが、小沢さんはブログの中で自身をバツイチと紹介しているので、一度は結婚していたということになります。確かにバツイチの人が結婚式でスピーチするのは縁起が悪いと言える反面、失敗した経験者ならではのアドバイスができるという捉え方もできるでしょう。結婚や離婚をした詳しい時期は報道されていませんでしたが、小沢さんは口数が少なくてプライベートも明かしたがらない性格なので仕方がないですね。ただあまり有名ではないタレントの結婚や離婚ですらニュースになっている近年の事情を考えると、小沢さんが離婚をしたのはかなり前の出来事なのかもしれません。その後も再婚をしたという噂もないので、2023年現在のところは独身の可能性が高いでしょう。次は小沢仁志さんの元嫁や子供についてリサーチしていきます。元嫁については女優やフィリピン国籍の一般女性などいろいろと噂になっていましたが、小沢さんの口から具体的な情報は出ていないので、全ては根拠のない憶測でした。しかし結婚や離婚がここまでニュースになっていないことを考えると、元嫁は芸能関係者ではなく一般社会の女性と考えるのが自然かもしれませんね。そんな小沢仁志さんですが、2023年1月18日に放送されたアベマにて坂上忍さんが MC を務める番組デマ投稿を許さないに出演し、女を信用できなくなったというトラウマ級の結婚生活を解雇していました。同番組は坂上さんが SNS のタブーに切り込み議論の嵐を呼ぶ禁断のトークバラエティ、ネット上で本当か嘘かわからない噂を広められたゲストを招き真相を直撃し、坂上さんがデマ投稿に脳を突きつけるという構成になっています。ゲストとして出演した小沢仁志さん、小沢さんはしょっちゅう女性を口説いているといい、バツイチだから関係ないとプライベートを明かしています。結婚生活はかなりしんどいものだった語る小沢仁志さん、小沢さんは女を信用できなくなったやきもち焼きでとげんなりとした顔を見せていました。小沢さんが夜中に監督や関係者らから呼び出されると常に喧嘩、結婚した時に役者の女房は大変だぞと言ったはずなのに、役者と結婚したつもりはありませんと言われてショックだったという。また小沢さんが初監督作品でビビアン・スーをキャスティングした時は感覚の食い違いにも非常に苦労したという。日本の新聞で一般的なビビアン・スーにラブコールという表現を、外国人の元妻はあなたこの人を愛してるの?と捉えて大激怒。坂上さんは川崎麻世とかいやみたい笑と爆笑。小沢さんはやきもちの質が違うととほほ顔を見せ、その時の反省をもとに死ぬまでフリーと宣言。現在の恋愛対象を20歳から人によるけど40歳くらいまでと語っています。外国人の元妻から執拗にやきもちを焼かれた結婚生活を経て死ぬまでフリーと宣言した小沢さん、こわおもてな一面もありながら意外な苦悩を抱えていましたね。一方で子供たちは舞台俳優をしており、息子は雅也さん、娘はあかりさんという情報が流れていましたが、これは小沢さんのブログが発信源となっていました。ブログの中には娘のあかりと息子の雅也も出ている縁もありとの記述があったので、そのまま読めば小沢さんの子供だと誤解をしても不思議ではありません。実際には早朝賭博という作品で共演した沢村千代丸さんの舞台に参加する告知記事で、子供と言われた雅也さんは小沢さんではなく沢村さんの息子だったのです。女優の紹介ページにあかりさんの名前や沢村さんの娘という記述はありませんでしたが、雅也さんを紹介した経緯から見ても
小沢さんの娘という可能性は低いでしょう。もっとも小沢さんに子供がいるかどうかも判明していないので何とも言えないところです。最後に小沢仁志さんの彼女、愛人と噂になった女性を見ておきましょう。小沢さんほどの男前であれば彼女がいても不思議ではありませんが、今回話題となった女性は26歳も年齢が離れている元 AKB48 のメンバーだった小原はるかさんでした。 AKB48 のファンで小原さんを知っていればかなりの通と言えますが、前田敦子さんや大島優子さんほど有名ではなかったので知らなかったとしても無理はありません。2人の関係が発覚したのは文春などの報道ではなく、2019年2月に放送された有吉反省会の中で明らかにされたネタなので怪しい関係ではないでしょう。番組の中で小原さんは小沢さんがメロメロなのを良いことに仕事を紹介してもらったと反省する一方、自分に甘い様子をちょろいと表現してスタジオを沸かせたそうです。その後小沢さんがスタジオに登場してピンチが訪れましたが、小原さんはアイドル時代に培った技術や小沢さんの優しさもあって事なきを得ていました。もちろん互いに恋愛感情はなく、小沢さんにとっては娘のような存在だったのかもしれません。その後の2人がどうなったのか気になるとこですが、小原さんは2021年5月25日に自身のブログで俳優の小笠原健さんとの結婚、そして第一子の出産を報告していました。ある意味で小沢さんにとっては孫が生まれたようなものかもしれませんね。以上のことを踏まえると小原さんが小沢さんの彼女だった可能性は低いと考えられます。いかがでしたか。今回は小沢仁志さんについてまとめてみました。俳優としてだけでなく映画監督やプロデューサーなどマルチに活躍をされている小沢仁志さん、これからの活躍に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。